はい、どうもーどうせーイエーイイエーイ。今日はですね、目指せ180度開脚バレリーナいつまたわりストレッチをやっていきたいと思います。はい、では早速やっていきたいんですけど、バレリーナいつまたわりストレッチですね。はい、まず椅子を2つ用意していただいて、このように両足を広げて乗っかっていただくと、はい、そうするとどん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 こう股がどんどん開いてきますので、はい、開いてきたらもう痛いな痛いなってなりますので、痛いな痛いなってなってきたら、はい、そうですね、こう左足とか右足って順番にちょっとずつこう開くような動作ですね。はい、めっちゃ痛いんですよ。こう動かす時も痛いです。はい、このように、縦割りにしてみたりとか、足持っていただいて、つま先ですね、持っていただいて、こうリラックスしながら、はい、ストレッチですね、していくと。で、これ正面に戻る時とかがやっぱ痛いんですよね、こう。ですので、ゆっくりゆっくりやった方が、怪我とかですね、はい、しないです。はい、こうストレッチするときは、こうゆっくりゆっくり、はい、目指していくと、はい、でさらにやっぱ限界まで攻めていくってなると、こうちょっとずつこう開いていくんですよ。足体重で、はい、体重でどん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 置いて、はい、痛い、はい、このように、あ、痛い痛い痛い、はい、このようにこう自分の体重でですね、股をどんどん開いていくと。で、基本的には腰をこう前にグッと入った状態での椅子股割りの方が効きます。はい、このように腰が入ってます。今こんな感じで、はい、入ってます、腰が。はい、で腰を入った状態で開くっていうのがいいです。はい、でこう後ろに体重をこうバーッと持ってくると、腰がこう入ってない状態ですよね。今ってこう抜けちゃってるんですよ。はい、ですのでこの状態でいくらこう開いていっても、もちろん柔らかくなってすごくいいんですが、もう効果的に決めるんだったら、しっかり腰をですね、入れます。はい、で腰入れる作業も結構大変です。ある程度こう体が柔らかかったりとか、筋トレとかされてる方じゃないと、ちょっと腰を入れるってどういうことみたいな、はい、分かんない人もいるかもしれません。はい、でもこうストレッチやれば分かりますよ。こうやってこうやって、はい、こうやって前に行ってる状態なら腰入ってるんですよ。おりゃ、はい、ここでしっかり入ってますね。はい、腰が入ってる状態です。でこのまま開いた方が効果的ですね。はい、腰がしっかり入ってる状態で180度開脚を目指すと、はい、このように自分の体重でどん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 、はい、開いていきます。はい、で腰が抜けるっていうのは、このまま後ろにこういくと、ほらほら、はい、この状態でこう完全に抜けた状態ですよね。はい、でも腰入れろって言うじゃないですか、よくスポーツの世界とか。はい、腰入れるの結構大変ですね。はい、こうやって、はい、こう椅子の補助があるといいですよね。便利です。はい、こうよいしょ、はい、ほら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 、これ椅子、動く椅子ですね。はい、補助として使うと便利になります。はい、で腰を入れるっていうのはこういうことですね。キュッと置いて、めっちゃ痛いんですけど、腰を入れたままこう開いていくっていう方がいいですね。はい、痛い、ほら、おりゃ、あー、で縦割りとかもやってみたりとかね、はい、するといいですよ。おりゃ、あー、めちゃめちゃ効きます。はい、椅子股割りストレッチ、はい、バレリーナ仕様、すごいいいですね。おー、で腰が抜けてる状態だったら、例えばこう前にこう前屈したりとか、はい、左右に振ってみたりとか、はい、このように、はい、いろんなところを伸ばしていく。はい、そうしないと180度開脚結構難しいと思うんで、いろんな部位を均等に伸ばしていくと。で自分の弱点もしっかり入念にやっていく、はい、非常に重要だと思います。はい、ではもう一回ちょっとこう腰を入れていきます。はい、もう補助椅子かなり便利、助かる。はい、このように腰がしっかり入った状態で置いて、めっちゃ痛いんですが、これも10秒とか、1、2、3、4、5、
10秒とか、はい、まあ、ゆっくり丁寧にやってあげると非常に効果が高いと思いますので、まあ、椅子を広げていろんな角度でしっかりストレッチできるように、はい、あの椅子また割りストレッチ非常に効果が高くて、はい、やりまくると、まあ、かなりまた痛くなりますので、はい、腰を入れた状態でのストレッチと腰を抜いた状態でのストレッチ、いろいろな角度、いろいろな部位を伸ばしていくと180度開脚できるようになってくると思います。はい、では最後にちょっと僕あの行きます。はい、僕は結構ガンガン攻める派なんで、こう椅子乗ってもらったら、はい、行きます。はい、もう腰を入れた状態ですね。はい、先ほど伝えた腰を入れた状態でもうガンガン攻める。おりゃー、はい、このように、はい、ガンガン攻めてあげても、はい、めっちゃ痛いんですけど、やっぱもうガン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 こうやって痛い、はい、おりゃーってやってった方が、あの効果は早いです。早く結果が出ます。もうやっぱりちょっとずつやると結果出るの遅いんで、ガン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 やるときはやるっていうスタンスでいくと、結構まあ怪我にもつながるんですけど、あの非常に結果が出るのが早くて効果的な結果が出るような気がしますので、やるときはガンガン攻めるっていうのを、やらない方なんかは毎日丁寧にゆっくり、はい、深呼吸しながらやっていただくことがおすすめになります。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんで180度開脚ともに達成できたらなと思ってますんで、ぜひあのチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いします。イエーイのよいー。